皆さん、こんにちは。ただいまより相続税法パーフェクト講座のガイダンス講義を開始させていただきます。担当は税理士でレック専任講師の小田匠と申します。えー、今回の講義の時間の目安は30分程度。皆様にご検討いただいております相続税法の講座の要点用紙の話をさせていただこうという機会でございます。え ちなみに2023年度から私、小田が担当させていただくこととなりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。では、まずは相続税法の概要を説明させていただきたいと思います。はい。こちらですね、相続税の税理試験相続税法の概要になります。相続税法の試験はですね、100点満点のうち、理論が50点。 計算が50点計100点となっております。試験時間については、えー、2時間となっております。続きまして合格の推移なんですが、こちらは国税庁のホームページから引用したものになっております。具体的には第67回が平成29年ということで、えー、受験者数が3300人、えー、そのうち合格者数が、えー、400人の合格率 1> 1となっております続きまして平成30年ですねこちらも受験者数が3089人合格者数が363人合格率が11.8%となっております同様にです、ね、令和元年令和2年令和3年と続いておりますが受験者数はですねおよそ2500人から3000人程度と推移しておりまして その中でも合格率はです、ねえー、まあ300人前後と、えー、合格率は12%前後となっております。はいえーでですね、こちら相続税です、ね、一番大事なポイントといいますか、えー、なってくるのが平成27年の相続税法の改正になります,、えーとですね。こちらなんですが相続税はです、ね、平成27年からです、ねえー、基礎控除の引き下げがありまして それまでは最低5000万円だったのが、6割に減となって、最低3000万円となりました。こういったところの影響で、ですねあの昨今、相続税というのは、環境が大きく変化しております。えー、高齢化社会ということもあって、ですね、えー、申告件数ですね、あの日本全国といいますか、えー、対税務署に対して、えー、相続税の申告書が提出された件数ですね。 こちらが、まあ、いわゆる申告件数となるんですが、このですね、えー、基礎控除の改正前と比べると、ですね、申告件数が1.5倍になっております。場所によってはですね、えー、2倍となっています。えー、具体的にはです、ね、例えばですね、えー、東京そ,のそうですね、23区に、ですね、例えば、えー、戸建てをお持ちの方が、えー、お亡くなりになられた場合、その土地の価値だけでですね、 基礎控除を上回ってしまうというようなケースがですね。まあ、増えてきましてそういった関係もあってですね。えま、昨今ですね。相続税申告の土地評価に使う路線化についてもですね。近年は高水準を維持していることからもですね相続税の申告件数っていうのがですね。増え続けています。これは毎年の流れですね。今はもう本当に毎年どんどん増えているというところになります。 その結果、ですね、雑誌やテレビ等のですね、メディアの注目度も年々増しております。その関係で,ですね、相続税申告を主な業務とする税理士にも相当な勢いがあります。いわゆる相続特化の税理士事務所となりますが、そういったところがですね、どの事務所もですね、拡大傾向にあります。相続税申告ができる税理士の需要というのはですね、 基本的にあの右肩上がりに高くなっているなというのが、まあ、個人的な所感ですね。えー、ただですね、あのー、実際人が余っているかというか、むしろ、えー、足りているかというとですね、あのー、全然足りていないのが現状です。需要が増えているにもかかわらず、ね、試験を受けている人は年々少なくなっているため、まあ、それとですね、税理士業そのものもですね、独立開業が支援を しやすい仕事であるということで、人材を確保して、ですねそれを維持するのは、どこの税理士事務所でも難しいといったところがあります。それとですね、あのまあ、税理士なら、ですねあの、まあ、全員が全員、ですね相続税の申告が十分にできるかというと、ですねなかなかそうでもなくて、ですね、えー、相続税の申告は、まあ、いわゆるですね、まあ、経験値といいますか、ノウハウであったりですね、 勉強に費やした時間がどうしても必要となってきます。そのためですね、法人顧問や個人顧問の税理士と比較するとですね、相続税の申告が得意という税理士の絶対数はかなり少ないというのが現状ですね。じゃあ、どうやって相続税をですね、業務の中心とする税理士事務所は事業を拡大しているか。 という話になるんですが、えー、これはですねあの、ノウハウやですね、営業手法を集約して、ねえー、人材の確保と成長に力を入れているといったところがあります。もし、税理試験を合格後、またはですねあの、勉強中に、えー、相続税実務を覚えたいという方にとっては、そういった意味で,ですねあの、そういった事務所で、えー、相続税業務を習得するのは、まあ、チャンスの時期と言えますかね。 ま、とはいってですね、あの、やはりですね、えー、全員が全員をですね、採用されるかというと、そうではなくて、やっぱり採用されるのに、えー、優先されるのはですね、えー、相続税の申告業務の数をこなしている人、えー、それだったり、えー、相続税法の試験を合格している人とかですね、まあ、そもそもとして、あの相続税の勉強したことがある人が、えー、当然、まあ,あの、採用しやすいといいますか、えー、一緒に仕事をさせていただきやすいなとは、 私も思います、えー。というのもですね、えー、私ももっぱらですね、えー、相続税をメインに仕事はしているんですが、えー、やはり仕事をですね、えー、一緒にさせていただく方はですねあ、まあしえー、そうですね、それと、えー、指導をさせていただく対象の方ですね、えー、というのはですね、やはり実務経験やですね、勉強経験がある人の方うが、まあ、何かと仕事もお願いしやすいですし、えー、教えるにしても、 まあ理解スピードが違うということで、まあ、とてもありがたいというところがあります。えー、税理資格があってもですね、まあ、それだけ中だとですね、なかなか関与できる機会が、まあ、少ないかなというのが、えー、相続税の、えーまあ、業務といえます。しかもですね、あの、ノウハウというかですね、あの、まあ、正直、えー、まあ、全部が全部を把握してない状況ですね。 あの相続税の、えー、申告書を作成してしまうとですね、まあ、実際に間違えてしまうこともですね、往々にしてあるんですよね。そうするとですね、やっぱりあのえお客様といいますか、えーまあ、相続人の方に、ねまあ、ご迷惑をおかけしてしまうことも出てきます。なので、そうですね、あのまあ、勉強であったりとか、まあ、実務は覚えていくところで,ですね、あの頑張っていただければなというところになります。 もちろんですね、あの税理士として必ず相続税をやるかというと、そういうわけではないでしょうから、例えばですね、あの上場企業のですね、法人の税務を中心にやるから、えー、まあ自分はですね、あの相続税というのは、まあ、基本的には関係がないというのであれば、もちろんあの学習の必要はないとは思うんですが、ただですね、そうはいってもあの事業承継の業務であったりとか、 はい、それかですねあの、そもそもとして将来、出入り士として開業をするとかですね、えー、相続税申告業務をやるというのはですね、何かしら関わり合いというのは出てくるところにはなるので、えー、相続税法のですね、勉強しても、えーごまあ、そうですね、合格ないし、挑戦をして、まあ、損はしない科目と言えるとは思います、はいえー。ではですね、次の画面に移ります。はい。 えー、ここからですね、試験の説明をさせていただきます。具体的にですね相続税法の出題内容というのはですね、えー、ま基本的には、えー、理論と計算というところはお話したんですが、合格ラインというのはですね、おおむね7割を、えーまあ、取れば、えー、合格できるだろうというふうになっております。で えこちらで理論が50点とあるんですが、内容としては、総合問題が1問入ってですね、まあ、それか総合問題と個別問題の組み合わせになってくるかなというところになります。それとですね、えー、計算についてはですね、あの50点ということで、分量は非常に多いです。あのー、正直ですね、まあ、あの解ききれるかと言われると、まあ、なかなか正直難しい内容になります。あの細かいところまで書いていくとですね、なかなか難しいなというところがあります。 えー、そもそもですねあのこの計算問題ですが、単純に言うとあの相続税の税額まで出すということで、ねまあ、申告書の作成まで行うようなイメージにはなってきます。そうですね、あとはこちらなんですが、えー、点数配分というのは、ね、理論と計算は一緒にはなっているんですが、実際のです、ね、配分時間といいますかあの、2時間の持ち時間のうち、ですね、えー、実際、まあ、理論が50分。 計算がまあ70分で解くというイメージですね。あの計算にですね、とてもボリュームがやっぱり割かれているので、やはりスピードが重視されるというところがございます。ただですね、あのこちら7割必要にはなるんですけど、そうするとですね、あの問題の中にもやっぱりあの簡単なものと難しいものがどうしても出てきます。そうするとですね、あのちょっとどうしても実際にですね、 あの慣れた方でも100点を取れるかといったら、それは正直難しくですね、まあ9割、8割、7割とですね、あのどんどん、えー、どうしてもですね、あのーまあ、やっぱりあのですね、談、ま、合、あ、式になってしまうところは否めないんですね。なのでですね、あのどっかをですね、あの理論とかですね、あの捨てるっていうのはですね、正直あんまりお勧めができなくて、ある程度はですね、すべての問題から、えー、点数を加算ということでですね、 あの理解をしていく必要があるところにはなります。それとですね、あの理論なんですが、えー、丸明けではなくてですね、あのまあ、変数、核級といいますか変則的なものも含めての回答も考えると、えー、立法趣旨の理解も必要になってきます。まあ、あの内容はですね、丸暗記だと、やっぱりどうしてもですね、あのその場でですね、あの 内容を忘れてしまって、あの言葉も出てこないとなると、ちょっとどうしようもなくてですねあの、全く書けなくなってしまうところになるんですが、ただですね、彼が引くですねあの言葉というのはやっぱりあるので、そういったところですね、あのその立法の趣旨といいますかあの、内容の効果がですね分かるような書き方が、えー、ある程度できれば、えーまあ、部分点といいますか、加点というところはあるかなというところはあります。えー、そうですね、それとですね、 こちらのですね、あの、まあ、立法趣旨の理解なんですが、えー、基本的にはですね、あの、大きく2点、えー、覚えておいていただければと思います。1つ目はですね、あの、そもそも相続税法をですね、いやですね、あの、相続税法の、まあ、そうですね、特例といいますか、 あの期間限定の法律である、えー、租税特別措置法ですねあの相続税法に関わる部分ですねあのこういったところを何でですねあのそもそも定めているかというところがあるんですが、えー、これはですねあの大きく2点ございます1つ目がですね、えー、経済の活性化というところがありますもう1つがですね法の趣旨の逸脱や、えー、過度な節制の対応策ということで 定められていいるというものになりますまず1つ目のです、ねえー、経済の活性化が目的の、えーまあ、分かりやすい例として、えー、こちらですね、あの相続時生産課税という制度がございます。こちらですね、あのまあ、書いてある通りなんですけど、贈与、えー、者を上げる人はですね原則として60歳以上の者贈与を受けるものもらう方はですね18歳以上のもので、えーまあ、立法主義者は経済の活性化というふうに こちら入れさせていただいているんですが、ちょっと具体的にですねお話をすると、ですねあのこちらはですねざ、えー、っくりしてしまうと、えー、相続時生産課税というのは、ですねあの通常は贈与税の計算で、えー、歴年課税って既存控除110万円のものを使うんですけど、そうではなくて、えー、その、えー、ではなくてルールとして、ですね相続税のですね既存控除額を贈与時に前借りするということで、早い段階で、 財産移転ができる制度になっています。具体的にはですね、通常基礎工事110万円になってるんですが、それが2500万円まで拡大できるというところにあります。その代わりですね、あのまあ、先ほどお話したように、基礎工事枠を増時に前借りということなので、まあ後で生産されてしまうと、相続の時に相続税として、計算に加算してしまうといいますか、戻してしまうところでですね、あのまあ、生産課税といった名前が付いています。 えー、でですね、これ、なんでそんなことをやっているかというところなんですが、えー、購買欲がですね、高い若年層の方に、ですね、えーまあ、いわゆるですね、60歳以上の方からですね財産を移転するということで、相続の前段階のですね、まあ、何十年も前かにできればですね、えー、財産を移転するということで、例えば、もらったが、ね、18歳以上の、まあ、そうですね。 イメージとしては、まあ、40代とかをイメージしているんですかね、えー、そういった購買意欲ですね、高い層にですね、えー、家を建てるとか、車を買うとかですね、そういったところですね、えー、経済の活性化を促すという趣旨で、えー、定められているというふうに思ってください。ね、なのでですねあの、そういった若年層の需要のためにですね、税制優遇や、それからまあ、そもそもすね、選択の余地を作ったというものになります。 まあ、なのです、ね、まあ、すごいざ本当に左右ざっくりしてしまうと、無駄にはです、ねあのまあ、高齢者から若い人にあの上げてくださいよということになります。なのです、ね、あの原則として、贈与者は上げる方は60歳以上で、でかつです、ね、あの贈与を受け入れ者は18歳以上。これはあれですね、いわゆるあの、まあ、未成年ではなくて、成年になるものといったところのです、ね、ルールが設けられているといったところになります。 まあこういった背景を知っていれば、ですねあの、相続時生産課税という単語をです、ねまあ、なんとなく思い出せますし、そもそもとして高齢者といっ定義であったりとか、まあ、成年になったとかいうのも、ね、あの合わせて覚えているというか、まあ、なんとなく思い出していただければ、ですね、これは60歳以上とかですね、18歳以上と,とかですね、そういった要件についてですね、あの特段暗記をわざわざする必要がなくなるので、まあ、負担が少なくなりますし、まあ、こういったものなんだなと知ってもらうことで,です、ね、す、えーまあ、お応をも聞くというところがあります。 もう一つがですね、えー、法の趣旨の逸脱や過度な節税に対してというところになります。えー、そうですね、こちらですね、あのまあ、小規模宅地、まあ、ゲーム店小規模宅地等の、えー、特例というんですが、こちらは第60回の税理試験で出題となっております。えー、68回なので、平成30年の頃ですね、ちょっと改正があったタイミングですね、あのまあ、リアルタイムでもう出てきた問題になってきています。 具体的には、ですねあの、この小規模宅地の等の特例というのがです、ねえー、どんなものかというと、ですね、まあの、実務上とても重要な特例です。趣、え、旨、ー、は、ですねあの、亡くなられた方や、そのえー、相続人となる、まあ、同居の方ですとか、親族の方のです、ねえー、生活の基盤となる、えー、自宅とか、あとは、ですねあの、まあ、八百屋さんとか、ですねあの、まあまあ、税理士等の事務所にです、ね、使っている事業用の土地ですね、そういったですね、あの土地の部分ですね、 相続の際にあの課税される部分、課税負担をですね、あのーまあ、8割減、通常より8割減、8割引きですね、えー、できるという特例になっています,そうです、ね。すごいインパクトが大きいものになるので、うんあのーまあ、要件が結構厳しいんですが、ただですね、あの例えばですね、えー、このとった特例ですねあの、特に居住用ですね、えー、とこちらですね、あまあ、要は自宅等ですね、 えーまあ、住むための、えー、宅地といいますか土地の部分についてですね、あの同居の親族のほか、ですね、えー、別居の親族であっても、えーまあ、受けれるとで、えー、対象がですね相続人や、えー、相続人のです、ね、配偶者がも、まあ、別居の親族の場合ですね、あのー、要件がもともとですね、 相続人または相続人の配偶者が持ちに住んでいなければ、要はあの相続人がですね、あの別居してても、まあ、賃貸とかであればですね、あの特例は適用できるというものの趣旨だったんですけど、これがここの部分ですね。相続開始前に3年前に事故または事故の配偶者の収入かかる家屋に居住したことがないことだったんですけど、それがですね、あの要件がどんどん付け加えられてます。相続開始前に3年以内に日本国内にある取得者,取得者の配偶者。 取食者の 3C 等内の親族または取者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと,と,いことです、ね、あの事故または事故の配偶者の範囲をです、ね、もっと拡大してです、ねまあえー、広い意味です、ねあのまあ、親族の家に居住したことがないことというふうに、えー、話を膨れています。 これがですね、もともと小規模宅地の特例というのがです、ね、あの残された遺族の生活を守るという趣旨があったんですけど、まあ、この特例の適用を受けるためだけに、ですね、例えばですね、あのー、亡くなった方からすると、ですね、えー、孫でかつ未成年とか、ですねあの、そういった子供にどもに自宅を移動するとか、まあ、そうすると、ですね、ここの要件ですね、あ、まる。であればですね、あのー、 えー、子どもの家に住んでいる孫にあげることで、ですねあの孫は小規模タクシーの特例を適用できてしまうと、えー、それとです、ねあの、相続人がですね、えー、まあそうですね、あのまあ、そうですね、非相続人の子供とかですね、えー、が相続人がですね、所有している自宅をですね、わざわざこの特例を適用を受けるためで、ですね売却とかですね、贈与することもあったんですね。まあ、そうやってですねあの、特例の要件を充足するというところがありました。 ただですねあの、そういったですねあの、節税そのものがですね、目的となっている行為は、まあ、やっぱりですねあの、あまり特例の趣旨にそぐわないというか、まあ、問題があるよねということで、ですねあの、そういった現状を是正するためにですね、あの改正があったという背景があります。はいでですね、こういったものもですね、あの知っていると知ってないと、ですねあの、この単語の意味がですね、なんでこんなことにしたんだろうとかですね、まあ、忘れやすくなってしまうので。 えー、そういった点でですね、あの、なんとなく、えー、まあ、聞いて、一度、えー、まあ、ですか、一回聞いておいていただければなというところになります。はい。ではですね、えっ、ー、と、次にですね、具体的な講義の流れを説明させていただきます。こちら、パーフェクト講座ということでですね、あの、初学者向けの講座となっております。えー、それかですね、あの、一旦相続税法の勉強から離れている方がですね、勉強し直しますよということで、 えー、一通りの学習範囲をカバーすることにですね、えー、重きを置いた、えー、講座となっております。ね、それとですねあの、9月から配信させていただくんですが、えー、税理試験がですね、えー、終わってからのですね、えーまあ、そうですねあの、結果発表があってから、1月からです、ね、受講される方もいらっしゃるので、えー、通信制ということで、まあ、何月から見ても対応できるようにはなっております。 でですね、テキストの構成なんですが、こちらはですね、1、2、3、4分類させていただいてますが、まあ、その中でもですね、1の1、1の2、2の1、2の、えー、2, 2, 2とですね、まあ以下同じようにですね、あの分冊になっております。ちょっとですね、えーまあ、だんだんですね、あの量が多くなってしまったので、こういった扱いになっていると思ってください。それとですね、あのこの1の1が終わるためにですね、えーまあい、いさつ終わることにですね、あの実力テストの方をですね、 行わせてていいただいております、はい、なので 1, 1が終わるために実力テスト、次に1の2が1冊、えー、終わるために、えー、実力テストといった形で、まあ、計8回実力テストがあると思っていただければと思います。はい、それとですねあの、学習内容なんですが、えー、こちらですね、民法が入っております。えー、今回ですね、あの勉強たくといいますか、受験を検討されている科目がですね相続税法にはなるんですが、 こちらはですね、あの相続そのものはです、ね、あの民法がまあ大原則となっています。なので、えー、言葉もですね、あの民法のものをそのまま使っているものが多いということで、ですね、あの民法というのはまあ必須の項目となっています。まあ、そういった意味で、ですね、あのこちらの民法の学習はです、ね、例えばですね、あの他のですね、えー、まあ試験で、ですね、例えば民法を勉強したよとか、 あとは大学とかですね、あの、とかで今まで民法の勉強もしたことがあるよという方については、なかなかとっつきやすい内容になっているのかなとは思います。それとですね、具体的には相続税の計算に必要な知識ですね、そういったところと、あとは増税の計算も入ってきます。あの相続税法なんですが、実はですね、あの相続税だけじゃなくてですね、あの増税でも規定が入ってされます。 まあ具体的にはですね、あの、増税というのが、相続税の管を目的としているものになるので、あのー、まあ、理由も相当のものがあるんですが、共通する事項へですね、あの類似のルールがあるため、まあ、一つの税法に二つの税目がまとめて規定されているという認識でいただければと思います。その他ですね、あの相続税の評価なんですが、えー、例えば現金とかね,ね、預貯金はそのまま延滞にできるとは思うんですけど、例えばですね、あの土地とかですね、 建物なんかですね、あのまあ、なかなか、えっ、ー、と、円単位で評価するのはですね、まあ、なかなか難しいというところがあるので、どうやってですね、相続税の計算における金額を出していくかというところで、この財産評価というところを勉強していきます。はい、それとですね、あの特殊論点というところですね、まあ、あのそれ以外の部分ですね、ちょっと特殊なものについてお話をさせていただくというところがあります。はい、で具体的に講義の形式なんですが、 1>, ゆるあの1回の講義ですね、あの45分の3コマとなっています、えー。45分をまず最初にやって、その後5分ほど休憩を入れさせていただいて、また45分やって、えー、5分休憩を入れて、その後また45分というのを、えー、大まかにやらせていただければなと思います。それとですね、あの講義のボードですね、あの最初の方にね、ミニテストということですね、前回、えー、勉強した事項のです、ね、復習の問題をやらさせていただきます。 あとですね、あの、使用教材なんですが、こちらテキストと、えー、主に計算項目を学習ということで、まあ、使っていきます。これ、こちらですね。まあ、あの、全部で、1、2、3、4、5、6、7、8というのが、まあ、基本の項目になっていきます。これのですね、まあ、一冊をお持ちいただければというところになります。その他ですね、えー、問題集とかですね、あの、理論集と、えー、がございます。あとはですね、あの、その他随時ですね、あの、まあ、ご案内させていただくところになります。 はい、いはい、以上はですね、大まかな概要になってきます。具体的にですね、相続税法の学習にあたったんで なんですがえー、先ほど民法のお話をさせていただいたところなんですが、まあ、その他ですね、あの借地借家法といいますか借地借家法ともいいますが民法の特別法についても、えー、勉強をさせていただくところになります。また、ですね、あの土地のそうです、ね、財産評価につきましてはですね、例えば、ですねあの、宅建試験とかで出てくるような、えー、都市計画法であったりとか建築基準法のですね、まあ、関連するところもちょっと気持ち出てくるところはございます。 でですねまあ、相続税法の特徴なんですが、えー、他の税の目にですねなかなか関連しない項目とですね、えー、多いので,です、ねえー、正直なかなかですね講義がある程度進んできても今自分がどの程度学習できているか今進んでいるのかなというのがなかなか把握しづらい科目でもありますで、えー、相続税の申告なんですが、まあ、基本的にはあの一通り勉強していただくことで、あのー、まあそうですねあの まあそうですね、複雑といいますか、えー、判断がすごい難しいような論点は除いてです、ねあの、基本的にはです、ねえー、申告書を作成できるレベルまでいけます。なので,です、ねあの、一通り勉強して、っと全体像が見えてくるかなというところがあるので、えーまあ、連動自体はです、ね、あのやればやるほど力がついていく科目であります。あの皆さん、中で,です、ねえー、得つきづらい科目でもあるので、まあ、その分やればやっただけ、えー、力がついていくので、安心して取り組んでいただければと思います。 でえー、そうですね、あの相続税法の講義自体のですね、えー、案内は以上になるんですが、まあ、そうですね、えー、私からの一言ということで、えーまあ、繰り返しなんですが、あの先ほど年お話したところで、えー、相続税法のですねあの相続税業務ができる税理士というのはです、ね、あのまあ、需要が年々高くなってきます。 に目からですね、あのまあ、人は少ないというところで、相、え、続、ー、税法ですね、あの合格している人や実務経験がある人、それと勉強している人というのはですね、それだけでどこの事務所もですね、あの需要があるといったところにいます。まあ、事務所というもので、ね、あのそもそも現在開業している税理士の方もですね、あの勉強していただければなというところになります。はい。 もしですね、あの万が一といいますかあの、勉強ですねあの、まあ、相続税の仕事ですねあの、携わらなくてもですね、税理士としては知っておいて損はない、えー、科目といいますか、知識ではありますし、まあえー、そうですねあの、相続税の報酬というのはですね、あの具体的には1件当たりですね、まあ、数十万円から、まあ、それこそ数百万円といったものもですね、あります。えー、当然ですね、な、まあ、りわいとするのは、まあ、いいとは思うんですけど、 そうでなくてもですね、あの仮に、何て言いますか、あの自分のライフプランニングというところですね、あ意味合いでもですね、あの相続税申告書作成できるぐらいのですね、勉強をしていただくということはですね、まあ、それだけで元が取れるというところは、個人的には思っているところになります。なのでですね、あの講師をやる私が言うのもなんなんですが、えー、ぜひ受講していただければと思います。はい。えもちろん、皆様の受講をお待ちしておりますので、はい。ね、改めまして、本日の講義は、 以上で終了になります。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。